はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ3、信長さんの赤ルート続きをやっていきたいと思います。目覚めり。はいはい、前回はあ、ソーリーのとこですね。なんでやねんって感じですけど、ソーリーのとこ来ました。そして今回ちょっと待って、ってことはモガビさんとこ行って、モガビさんごめんね、完全に忘れてた。今回めっちゃラストの木でいた。小早川のとこ行って終了だな、きっとなって思ってたら、そっか、最上さんとこ行かなきゃいけないのか。そっか、めんどくさ。じゃあ、武器どうしよっかな。この辺使います？あんまりな。闇属性がないと怖いんだけどな。まあ、せっかくなんで今回はこれ使って、ちょっとですね。ここの装具を外しのこれをつけると。何つけます？適用ガード、これとか？あ、これ、信長さんじゃない、今回の最上さんのところはスピード勝負だから攻撃力高めにきますか？モグラもいるしな。で、これいきますか？いってみますか。闇属性がないけど、いけるかな。ちょっと怖いけど頑張ってみましょう。最上さん、いや最上さんだから、これはこれで楽しみですわ。ストーリー、ちゃんとストーリーがあるか、世に従いてくだれ。楽しみ楽しみ。はい、最上さんと信長さんだから、専業ようやく来るかな。西洋来てないもんな。偉大なる信長公よ、お待ちしておりました。いや、こんな感じだからな。貴公の名声が再び天地を裂く日々よ。うん、この辺多分スリー宴の天下統一と一緒なんだろうけど、いや、ストーリーだからこそなんかあってほしいな。天下統一ではな、言うてそんなセリフなかったしな。楽しみ。肩すかしに合いそうな気もするけど、敵本陣裏を目指しましょう。まあこの辺は、あ、ぜってな、このセリフをスリー宴で聞いてる、ぜってなんだよみたいな、短えな、もうりって感じだよ。了解のりぐらい、もう信長さんが最先端を言っていたみたいな。そんなネットスラング。まあこの辺からはちょっと、我が輩の調合は明道対戦法。このままでは船が間に合うか。間に合うかな、あんまり期待できないんだけどな。よいしょ。攻撃が止んだぞ、船を進めよ。倒しつつ次の陣営ダッシュ。信長さんの足が速いとはいえ、次が間に合うかどうかだな。よいしょ。手柄は早い者勝ちだよ。まずい。待ってね、もうちょい待ってね、もうちょい待ってね、もうちょい待ってね、スイム開けるから待ってね、待ってね、待ってね、まだ諦めんのが早いんだよ、いつも思うけど、もうちょっと待てよ、開けるから。もうで次行くか、とりあえずスルーして次行こう。あれは魔、いや闇。次の陣潰して、痛い、ここだ、ここを潰しとかないと攻撃を受けるんだ。よいしょ。ちょっと早すぎない、ね、ゆっくり来てね、ゆっくり来てね。よし、俺一人生き残ったって仕方ないな。多分大丈夫。待って、神くらい整えてから勝負に臨むものだよ。まだバサラ技使う時じゃない。最後の陣で使うんだバサラ技は。待って、もうちょい待って。よう考えたらこれ使うの忘れたわ。あー、でもこれ倒せるんかい。そして次だ、ラストの陣を。あーら、まあなんかオンライン情報が出たー。よし、これは、いや、待ってたらいいのかな、待ってた方がいいのかな。敵いる？敵いるな。倒した。で、あ、なんか上に一滴いるわ。いや、あれは門の向こうか。とりあえずこの辺を。誰も時の運ならば
それは神を呪おう。早く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 。あ、馬、まあいいや、馬拾う時間ないよな。よし、で次ブーストとバサラ技で、いやバサラ技使わない方がいいかもしれない。とりあえずブーストで、ブーストをここで使う、まだ諦めないのかね、ブーストをここで使う。あんまりしつこいと我が輩に嫌われるよ。よいしょ、どうだ、ざっとこんなもんよ。そう、ここで時間を稼ぐ、船の時間を稼ぐ、そして倒す。 OK、これで無事なはず。これでなんとか特別音声ゲットできるはず。そのまたよ、ほい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 、そして倒しておく。あとは陣地を取り返す。倒した？赤いよ、見えないけど多分倒したっぽいな、多分倒したっぽい。いないし、じゃあ戻ろう。戻って馬拾って陣を取り返す。もう2つとも取られてるし、3つ目も取られるかな。これは最初の陣まで戻らなきゃいけないのかな。めんどくさいんだよな。入隊規則は痩せていることでござる。この馬を取って、無事だよね。全然見てなかったけど攻撃食らってないよね。あ、なんかゾンビ兵みたいに見える。実際ゾンビ兵なんだろうけどな。ですよね。あ、ごめん、接岸成功。よし、敵本陣へと吸収開始。ん、陣は取られてないよな。ちょっと待って、この辺さすがにね、馬に乗りながら敵を倒すのは難しいね。よいしょ、登っちゃったよ、登っちまったよ。よし、せいせいせい、せい、倒した倒した。海底版聞きやしねー。で、馬乗って下から行くか、今回は。貴様もまた天魔王の種を志すか。ちょっと待って、ここの人多分清水さん、そうそうそう、清水さん。倒して最初の陣を守りきれるか、守りきる前に潰されるか、大丈夫か。死にかけてますね。いや、でもこっち来てくれた。はいはいはい、よいしょ。あん、どこ行った、すぐ見失う。いた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 。よし、なんか読めないけど名前よく見えないし。よし倒した。酒酒の弟子さんっていう。弟子入りして、よし、で行って、ここの陣も潰されてるのかな。よいしょ、無理やり殴る。よし、これ上大丈夫かな。いや、でも上だったら別に戻るし、いいや。いいのだよ、好きに喧嘩してくれたまえ。剣閣とかそんなのんきな感じじゃないんだけど。で、馬乗って次の上の陣に乗って、で、ここだな。この指揮棒の通りに、まあ、あれはいいや、玉手箱は。剣舞者だ。なんだよ今の。あ、分隊が折っちゃった。倒した、倒してなさそうだけど、もういいや。もうもうよく、もうよくもないけど。よいしょ、敵が上に行く分には別に構わないんだよな。なんか2人ぐらいいるな、ここ。いる、舞台か。こればかりは慣れはせぬ。倒した、2人とも倒したっぽいな。よし、じゃあ次、あそこに、あそこって陣あったっけ。あるな、あるけどいいや。あそこの味方がどう頑張ってくれるか、ようこそって感じ。ん、なんかすごい動いてるけど、あの人。ちょっと待って、すごい動いているってことはこっちに向かってきてるってことなのかな。部下がいると安心だね。分隊かい。いや、え、分隊だな。どっちも分隊ですね。よいしょ、倒した。で、なんだろう、なんかすげえ、いや待って、よし倒した。
そこの上の人はなんだ、その下の陣、いや引っかかった、ごめん。その下の陣に行くな。じゃあそれはいいや、それはほっといて。世の名を知りてなお、うらーい、よいしょー、ドーン、うえへー、はいはい、ちょっと怖いですね、痛いよ、結構食らうし。よいしょ、なんか爆弾はスルーで効くらしいですね、これによって。まあそれはな、だってスリー打けと違って爆弾がめちゃめちゃ降ってくるような場面じゃないからな。それこそ爆弾兵がゾロゾロ出てくる天海さんのとこ、あ、味方が倒してくれた、左上にいたやつ、天海さんのとことかでも、それでも爆弾を無視できるっていうので、ダメージは食らうはずですよね。爆弾兵の攻撃を本当に全く食らわないっていうから使いたいけどな。そんな、そんなね、そんなチートな技ではないと思うからな。さあ無事に全部倒して戻りましょう。よいしょ、あお、マダッシュがうまく働かない。よし、よいしょ、おわ、カクカク動くんだよな。よし、で向こうの陣やったら、あのなんだっけ、モグラ、そうモグラを倒しに行って、よりによってキルムが相手か、うん、本当によりによってだと思うわ。間違えた、よいしょよいしょ、キラーよりもサンマの身を焦がすが、キラってなんだよ、キラグモのキラか、どうなんだろう、平雲って単なるチャキですよね、確か。よし、じゃあもぐらさんとか行こうか、時間かかるけど、まあせっかくだから全部やっていきたいですね。よいしょ、またこれな、これね、開けられるのはいいんだけど取りに行かなきゃいけないんだよな。よいしょと、さあ無視して飛んで、柴田さんついてきてね。よし、モグラさん、いや1分以内はちょっときついと思うので普通にやりまーす。モグラさーん、もう敵じゃなくて普通に土いじりで使ってあげてって感じなんだよな。進みたまえ、我が輩の超ドリル、つのわりゴーゴゴー。よっしょ、殴って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 、柴田さんも殴って、つなげてみせる、この根性と欲かいね。よし、殴って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 ね、これはだね、よいしょ、こないだ市場で売り出されてたんで買ったのだよ。とりあえず殴って、あー、まあとりあえず潜ったなら潜ったで、よいしょ、殴りつつ、あ、当たらな、どうだ、いたー、とりあえずグングンやっとく、あー、なんか食らったし。でここは連続か、そうでもないな、あ、ここ来る、あぶな、あ、間違えた、あ、間違えたやしな、で、間違えちゃった。これ真下から来るパターンやな、あぶね、おお、なんか壊れてる、あ、無理やりやっちゃった、プロペラとか無視してやっちゃった、なんかようわからんけど倒しましたということで、バッサロード使っちゃった、テペロ間違えちゃった。さて、物はそうだろうな、特別面白い、我が輩と組む気はないかね、モグラを1分以内で倒してほんと空っぽりないとなかなかできないな、私は。で、あ、なんかめっちゃ空いとるわ、まあ、せっかくなので取っておいて、マサラゲージ。さあ、期待していいですよね、信長さん。期待していいですよね。最上さんとの専用ムービー。嘘！ないの？我が輩は宇宙の狐。
すごくて賢い。マジで狐である。なんでだよ、せっかくストーリーで最上さんのところに来て専用ムービーなしで普通に戦闘始まるってどういうこと。こんなにご機嫌な我が輩が相手するのだから、ね、いやおかしいでしょう。マジで期待してたのに、マジか。期待を裏切りやがって。我が輩を敬愛する偉大なる信長公、その名ももはやほら同じだし、スリー宴のあれとは。ちょっと最上さん、どういうことですか。最上さんは悪くないかもしれないけどねえ、ちょっと最上さんねえ、最上さんってばー。ちょっと危ないよね、さすがに危ないよね。このためにハセ三次田舞台なり。マジで。あねえ、ほん本当にね、やっといて。よいしょ、はい、はい、あ、当たらない、当たらない、当たらないんかいっていう感じ。ここの辺り。えい。あ、当たらん。もう、最上さん、期待してたんですよ、私は。最上さんと信長さんの専用、めちゃめちゃ期待してたのに。なんで、なんでないんですか。ナイスアングル。今まで全てしかも同じだし、それで満足だったよ。もうなんもないのかよ、マジか。あ、刺さってる刺さってる。ちょっと貫通してたよ、柴田さんの槍が。マジか、何にもなかった。何にもなかった。本当に何にもなかった。今んとこ専用ムービーゼロですよ、信長さん。ちょっとこいつのとこですら何もなかったし、なんだろう、なんでびっくりするぐらいないな、信長さん。ちょっともう何のために行ったんすか、本当に。もう上がらないし、闇属性のやつ上がらないし。はい、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。